お疲れ様スラッです。今日ですね、こちらの高回転小屋ミラーやっていきます。というわけでですね、今の環境、まあ、やりゴブリン、そしてね、まあ、ゴブ小屋かな、やりゴブよりはね、はい、圧倒的にゴブ小屋がちょっと強い環境なので、まあ、小屋ミラーしとけば勝てるんじゃねえかと、はい、言ったところで、たくさんね、置いていこうかなと思います。はい、で、まあ、さすがにね、その、ある程度はなんとかなると思うんですけど、小屋だけだと、まあ、限界もやっぱあるのかなというところで、ディガーと、あとはなんか相性の良さそうなね、はい、ガゴムレを連れてきたので、この辺で頑張りたいとこではありますね。さあ、マジックアーチャーですよ。でこういうの嫌ですね。だからマジアーチャーとか用に、よいしょ、まあ、ディガーと、あとはウッドですね。ウッドミラーも便利ですから、実はね。はい。というわけで、マザネクとかウィザードとか引いてもディガーとウッドで頑張っていきたいねのペッカ工場くんかな。あ、これあキング起動できるかと思ったんですけど、ここ俺がアイスピだったら今キング起動できてましたね。好きなんでね。てかたまたまザップ打ってくれたら飛んだ後にみたいなとこではありましたけど、さあこれはねどう受けるのが正解なんだ。小屋を延命したいが、めちゃめちゃマジアチャ高めくるやん、さっきから。よいしょ、もうしばきます。おこれ、ガゴムレのイサっすよ。あ、ファイボかポイズンかわかんないけど。いや、いらないか。もしかしたらこのスケだけで、なんとかなりそう。いや、え、ペッカ、ペッカさ、この、何残ってたやりゴムとスケでやれるのは美味しすぎる。いや、まあ結局ザップあるんでね。さ、ファイブ打ってくれる。いや、ファイブ打ったよな。ファイブ打ったってことは、2連で小屋を受けます。いや、これ、チャンスっすね。小屋チャンス。いや、これ、前に置きたいんですけど、マジアチャでちょっかいかけてくんのね、嫌なんですよね。でも前に置いとかないと、ちょっと工場とかの受けもだるいし、みたいな。よいしょ。マジアチャ？マジ即しばき。即しばき。やめて、そいつだけ。あーだるい。でも12なら、おっ、12はマジ打ち耐えるんだ一発。やばいね。よしよしよし、さー楽しくなってきたよ。いや、でここで同サイでいっか。いや、同サイでいっか、逆サイかすごい悩んだんですけど、まあまあ同サイでも良さそう。あいつだけはマジしばくで延命したいんで、しっかりヒースピとかその辺で竹取ってあげながらの、いやウッドが減った。いやでも何のためのミラーですよ。あこれ終わったやつだ。相手これだってやりこぶさ、早く出て、早く早く出てくんなきゃ。いや、まあこれ終わらん。なんかディガー追加さいい気がするんだけど、これでずっと竹取ってあげて、ヒースピってなんでおる？高回転、いや、ガゴムレか。高回転にするためになんか1コス入れてヒースピおるけどさ、そういうわけで何のためにヒースピいるんっていう話ではある。やめろ。さあ小屋置いて、小屋置いて。いやでもマジでやりこぶのこの小屋だけで勝てそう。よいしょ。あー、ゴーストのゲームがだいぶ悪い感じで。え、ちょっといい？ガゴムレヒースピ。はいはい。で、ザップ使ったから、一回声置いてね。あ、これ、絶対通んないっすね、相手の攻め。まあ、負け筋マジアチャみたいなとこありそうですけど。ちゃんと、しばきます。なんで？微妙に残ってんね。おい。さあ、余り物で。そんな言い方するとかわいそうですけど。あの、最後の削りが、早く削ってくんねえかなこれね。ここからの削りがね、地味に大変。うわ、すげえ、やりこぶ残んの、なんか違和感あるというか、なんか変な感じっすね。マジアチャ耐えるんだよ。さあ小屋置いて。いや、かわいそうだけど、マジアチャだけ。最悪ね、ずっと2周回せばいいです。
あーこれ逆再工場とか来ちゃった。あでもおお、じゃあザップね。はいはいって感じでって感じで、ちょっと怪しいけど、ちょっと怪しいけど、まあまあまあ攻めがね折れないタワー折れない。いやまあまあ5分ぐらいだったらこんなもんなんだよ。だから本当にタワー折りいくときに、まあガゴムレミラーとあとはディガーミラーかで頑張るぐらいか。まあ、こういうの置いとくだけでなんだかなったらすごいね楽だ。今のだって置いてただけだからな、楽に勝てる。最初の1分2分一生声置いとこうぜ。なんかラバとか来てくれたらね幸せになりそうですけどね。ラバってね五分ぐらいきついんですよ。でまたマジアチェやん。もうベッカはええで、お腹いっぱいやで。さあおいしい。でこれは小屋置いた後にミラー回んないんで、一回待っての五分小屋ミラーのねサイクルをね整えたい。うわマジでペカ工場みたいなデッキやん。またまたえっ、ま、ペカ工場ばっかやなんか。えっちょっと言っとか。あー悩む子がゴムレにしよう。やめろマジでちゃお前はずる。またペッカやん。いやもうお腹いっぱいなんだよないやいや別に相性だそんな悪くないから全然いい、全然いいんですけど、せっかくならさやっぱエレージャイとかね違うデッキを痛めつけたかったみたいなとかありますけど、一旦置くか。またまた置くかいやでも今回ダクプリだね。ダクプリどうだろう。まあちょっとここでミラー置いてから考えよう。でまあガゴムレ瞬間火力なんだかんだ化け物なんで、いやこれやばいよな。この真ん中のこの小屋からさ溢れ出るやりゴムで逆サイのペッカ抑えれちゃういやこれやばい、これしてるだけなんだよ。相手がどんどん繰りそうになってる。マジアチャ来るっすよ。マジアチャ読みゲーミングでもする。ああったおい、さあ小屋置いていやーかしね、いやまあなんかごめんって感じっすよね。諦めたっすねいやまあだるくはなるよな、こんな相手してたら。諦めてない。あやりこぶすげえな、なんか増殖してるみたいだね。増殖チャレンジやりこぶの、そんなつもりはないんですけど。よし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 、まあ五分小屋で盾を処理しつつ光栄ですね。まあゴレとかラバとか何でも光栄をガゴムレで頑張って処理、最後ガゴムレミラー使ってっていう感じかな。まあペッカはもうええっすねと思ったんですけど、ちょっとペッカ使ってそうなプロフィールしてましたね。まあ、一旦小屋ミラーをはい手札に揃えたら一旦俺のターンですよね。おおいいんじゃない、いいんじゃない。ラバとかね多分相性いいんですよね、やりゴムのこれめちゃくちゃ溜まるぞ。まあポイズンとかじゃない限りで、あのコーバにガゴムレ、ガゴムレヒースピで頑張りたいかな、正直。なんでヒースピで竹取りながらの、このガ、あそこのホバリングだけね、やっつけてくれれば、はい、あとはもうね、勝手にやってくれるんですよ、こいつらが。こいつらが勝手にやってくれるんですよ、やだ、見つかった後で、苦しいんじゃない？うわ、すげえ。
いやこれめっちゃ気持ちいい、めっちゃ気持ちいい、ずっと入ってる。いや折れるな。うん、でこれは、まあ、左か、まあ、ラバヤダメですもんね。いや全然もう小屋芸ですよ、小屋芸。はいポーンはいポーン。もう一回これ起きてえなあ。でもミラーを回してガゴムレ使って、ガゴムレにヤナメ使わせてガゴムレミラーはね結構最強な気もするんで、これでミラー回るかな、回んねえか、もう一枚か。あーなんかいいタイミングのガゴ追加。いやでもそこさえやれたらね、最悪この低めのやりゴブたちでねなんとかなっちゃうんですよね。よしよしよし、でまた小屋置いていこう。これですね、ホバさえガゴムレで溶かして、だからホバ読み、ホバにガゴムレ当てる読み、矢の雨だけ厄介ですよね。あとはもうやりゴブで、はい、掃除してもらって溶かしてもらって、まあ今の間に高めガゴブレもう一回出すのもありだけど、ちょっと延命しちゃう。相手のガゴムレ出さないわと。ああで相手がヤナメ使ってきてくれたんで、はい、こういうのもありですね。で小屋置いとこうんですよいや俺こんだけさ守ってるけど、左のタワー俺と同じぐらい削れてるっすからね。このやりゴブでちまちま稼いでます。ああの鳥やだこれ。いやラバー思ってるよりも溶けるっすね。もういけますか。で今度は確実にタワーを守る用ガゴムで出して、いややりゴムいやゴブゴヤラブにめっちゃ強いと思うんですよ。まあその周りのカードにもよると思うんですけど、俺の場合はねゴブゴヤ×ゴブゴヤで高回転でガゴムも回るしみたいな、無限対空野郎です。はい、多分ねラバが一番相性いい気がするんですよね。なんで無限にラバ引きたいけども、一旦ね小屋置いていくか。まあシンプルに嫌なのはクエイク、また嫌なめやっすね。なんだかんだガゴムレがいきないで、こういうボーラーとかもねやだよねこれ。さあこれ残したい、間に合い、 OK、小屋が残る。で今回相手はまあスケラかバルーン、まあバルーン臭いっすね今のところ。めちゃ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 バルーン臭いってことは相性なあ、すげえ固めてこられそうっすね。すげえ固めてこられるとめんどくさい。ユニット、ユニットガン固めで、これもさ今ランバー咲いてボーラーを咲いてるんでコースターがないんですよ。で今回インドラ型なんで、あこれきついんじゃねえ、ライドラしかないけど、これね、おヒースピ追加ぐらい人いたらなんかいい感じになってた感ちょっとあったけどね。まあいいか、はい、まあ小屋置いて、小屋置いて序盤もっと削りたい、かつこれこれね、あれですね、両サイ攻めします。はい、片サイだとなんかすごいユニット固められて危ない香りがすんで、これトルネード使わないといけない。でなんならヒースピが運よくユニットに飛べば、あー、はい、まあ俺これ狙ってるの右なんで、はい、全然いいんですよ、やるんですよ、あげるっすよ。はい、ゴブゴヤ置いて、まあ、前に置いた方がバルーンの誘導できるんですけど、まあいったね、これで右サイドのバルーンは釣れます、ルート強制されない限り。左サイドは、まあ、ガゴムレとかで何でもボコしてあげれば。でヒースピっすね、これ、あー取るねー、あれフリーズか、はい、いやーもう全然いいんですよ、そんなあげます、あげます、これも美味しいですね。リーズも使ってる後だし、もう一回
左に声を受けるし、この右も無視できない相手。いや最強の流れ来てるこれ相手絶望だな。負け筋は端前右側。お、左側来た。あー、こういうのいいですね。そういう攻め、そういう攻めですよ。素晴らしい。まあデモみたいないやでもね、多分対空やばいんだよね。あれ、ウッドさ、2周で落ちねえのか。これなら落ちるんじゃね。よいしょ。はい。という感じの。いや、ソラ引けると、だいぶ勝ちやすそう。まあ、ファルチェ、バルーンとかだとね、まだ話は変わりますけど。いや、無限にソラ引けるとこれ、12まで見えるかもしんないね。ああ、枯渇だね。枯渇か。まあ、悪くはなさそう。悪くはなさそう。ああ、違うか。スケキンだ。マザネクロイか、チエンスケラか、なんだろう。って感じかな。チエン、あ、普通に小屋好きだか。え、なんかおかしいことなんて。え、やばい。え、そんなフェイクある。やばくね。え、やばい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 。そんな、なんで鳥強すぎだ今回。いや、普通の環境小屋好きだちゃんだ。うん、ドテンプレですね。いや、これはガゴムレがちょっと強いぞ。ちょっと強い。そして相手の小屋が地味だるではあるが、相手の小屋をパッパ壊して俺のこの小屋でダメージ与えたい。フェニックスちょっと安い。フェニックスだけ。まあスケラは、いや、これ全部ガゴムレで回収できるんで。おお、え、めっちゃ美味しい。ランキーすぎ。アウトローのコストない。ああ、2倍テーマ入ったらよくない。お、なんかフェニックスかこれ。いや、回復しろガゴ。レベル12だ、しかも。よし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 。いや、地味に、地味だけどいいダメージ。いや、小屋はねこれもう左手ってでいい気もする。で、相手のあの小屋を早めに溶かしてしまうと相手からしたら苦しいんじゃないか。で、俺のこのはみ出た小屋でダメージを稼ぐ。で、ガゴムレでスケラ守れるんで、ポイズン使わしたら。あ、最強の流れ今。これもガゴムレだけあれば、なんかなる。小屋置く。で、ガールを、リガーで、ぐっちゃぐちゃにしたい。まあまあまあ。普通にね。いったね。よし、どうなってんのか分かんねえ。いや、焦ってるぞ、そのポイズンは。苦しいって言ってんのが分かるぞ。いや、これはちょっとチャンス。アウトロー咲いたら。はい、薄いんだね。いやー、いい受けしてくる。いやー、でもきつそう。なんかきつそう。よし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 。で、これ即壊したい。即壊して、たまたまアウトロードが来たら幸せ。あー、もうそのポイズンはもう。苦しい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 。あー、これ。幸せだ、今。何しても勝てる。ガゴムレあるし。負け筋ね。これでスケラもある程度受けれる。お、
ここだけ止めて。さあ俺は残ってるね。なんかその辺にはみ出て暴れてるヤリゴブがなんとかしてくれるんで、もう攻めてリガー回して、おい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 、いやゴブゴヤで攻めがなんか成り立つの納得いかねえけどな使っておいてあれだけど、なんかね、なんでだろうねヤリゴブ下方されるかな、これ難しいとこだけどね。さあ MIF クエイク引いてないのが幸せだね。あー小屋、いやこれまた小屋スキラだったらちょっと幸せになれるけどね。ゴブ小屋って小屋スキラじゃないのはねあんまないんだよね。いや小屋スキラっぽい非常に。いや幸せになれそうだなこれ。さああのガールさ先に潰しちゃおうぜ潰すって言っちゃってごめんなさい、女の子だな。いやこれ意外ともう女の子嫌だな。やばい、なんで、ああもうこれは逆にソウルコール分ちょっとアドみたいな。まあフェニックスもゴブゴヤも強いかな。これだいぶ止まっちゃうんすよね、フェニックスだけで。うっ、うー、いや苦しい苦しい、嫌ですね非常に。まあ俺はやっぱ小屋ミラーで両サイやって相手の小屋を早めに潰して、まあ、さっきみたいな流れに持っていきたいですね。さっきのこれなんかいい流れすぎて逆に難しくなってしまう。さあよいしょ、もう次ぐらいで壊せるかな。壊せそう。さあ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 、小屋にポイズン使わしたらね相手は透けられてないですから。いやでも透け気味やだねさっきから。この流れに持っていかれると、なんか相手のペースみたいになっちゃうっすよね。さっきとなんか全然展開がなんでポイズンをねしっかり打ってくんだね。あーガゴムレをね、あーてか相手もちゃんと理解してますね。この小屋スケラにおいてスケラを打たないっていうの結構大事なんですよ。そう打ちたくなるんですよ、打ちたくなるからこそ打たずにこの小屋でね戦ってくる引きこもり戦法、これがねマジ正解なんですよね。正解すぎてやばい。ああ耐えてはいる、苦しい。苦しいよ。いや焦るな。いやこっち来ちゃうんすか。いやなんでよ、やばいこんな陰キャ試合見せられないなんだこのやばいよね。これクララマってこんなゲームだったっけっていう、そういうなんか気持ちになっちゃうよね。ああもう相手ももうあれっすスキャラも一回持ってこないですね。そういう試合です今回は。皆さんグッドゲームですいやマジでやばすぎるこれ。
これが現環境か。なるほどね。楽しいよ。奇跡を起こす方法を教えてほしい。全虫のマジ奇跡を起こんちゃ。待って、左、右見えねえ。あー、いや全然届かないですね。はい。いや、なるほど。いや、さっきさ、あんなに夢だったのに、まあ、相手が攻めてきてくれたらか。はい。ちゃんとね、イモられると、まあ、ポイズン分の差で、なんか負けたって感じでしたね。はい。小屋です。